BWF 世界ランキングとは、世界バドミントン連盟が毎週発表している、バドミントンの世界ランキングである。BWF 世界ランキングには、男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルスの前後種目があり、ランキングポイントは大会ごとに成績に応じて付与される。ポイントの有効期限は52週間であり、 過去52週間に出場した大会の中で、ポイントの高い上位10大会を加算することで、ランキングが算出される。2009年1月1日以降の世界ランキング1位について記述する。最長記録、太字、現在の1位、2020年3月17日、時点最長記録、太字、現在の1位、2020年3月17日、時点最長記録、 ふとじ、現在の1位。2020年3月17日。時点最長記録。ふとじ、現在の1位。2020年3月17日。時点最長記録。ふとじ、現在の1位。2020年3月17日時点。ヒストリカルワールドランキング2016年4月9日。閲覧。BWF ワールドランキングス。2018年2月7日閲覧。 ヒストリカルランキングス。2017年1月27日閲覧ありがとうございます。